えー、今回は備蓄に関して、まあ、アルコールですね、まあ、ちょうど今この今ねちょうど飲んでるんですけども自分最近このねあの氷結キリンさんのね氷結のグレープフルーツってやつにね結構ハマってます、まあ、ちょうどこの前実家に帰省した時に、まあ、親からねこれがうまいって言われてあ,あそうなんだと思ってね、まあ、買って飲んでみたところ、まあ、非常にうまくてですね、まあ、ちょっとかなりハマってますね まあ今まではね、ワインとまあビールとかがメインだったんですけども、この氷結もね、ちょっとあの、この特にこのグレープフルーツのやつは、自分の、まあ、アルコールの、まあ、なんて言うんですかね、まあ、お気に入りになりましたね。で,ですから、一応今、冷蔵庫の方に何本かね、まあ一応、まあ、備蓄という形でもありますけども、まあ、何本か入れてあります。で、実際ね、あの、 他の方の動画なんかを見てみると結構このいろんな飲み方があるんですかねアイスボックス買ってきて、まあ、それに注いで例えばとヤクルト入れて一緒に飲むとかそういったこともなんか動画で上がってましたでも実際確かにこれねかなりいけるんですよね自分あっおしいなと思ってねここ最近ずっとワインとまあビールだったんですけど これはこれでね非常に美味しいんで、うん、これも一応備蓄の中にね、まあ、含めようと思ってこの氷結のグレープフルーツたちも実際美味しいんでね結構飲んでしまうんですけどそれでもやっぱりねあの、まあ、食料危機が来たりとか、まあ、大きな国の数日前でねちょっと出れないような状況の時にやっぱりアルコールに頼るっていうのは悪いことじゃないですからねそういう点ではやっぱり。 例えばワインととかかビールとか、まあまあ、日本酒なんかもいいと思います日本酒とかねあとこういったキリンの氷結のうまいやつ自分の気に入ったやつなんかを少しこうストックしておくとあの気分が紛れますよね、うんまあ、アルコールの力を借りるっていうのは別に悪いことじゃないんで、まあ、飲み過ぎはいけませんけども、まあ、そういう点では非常にね備蓄の,の中に、まあ、自分の好きなお酒をね まあ家族がいる方はそれぞれその好き嫌いがあると思うんでその方たちのまあ好きなものをね少しこうのいいいかもしれないですね、まあ、アルコールの力をねやっぱり借りるっていうのは決して悪いことじゃないと思いますのでねあのまあ危機的な状況とかねまあ精神がまいってしまった時にちょっとねアルコールに頼るっていうのは別に悪いことじゃないと自分は考えてますのでまあ 含めておくことを自分はお勧めしたいいと思います、まあ、自分は一応備蓄の中にこういったねあのアルコールは絶対含めるようにしてますので皆さんもねあの食料品だけじゃなくて、まあ、アルコールの方もちょっと考えていただければなとね思ってますね,ね。今回は以上です。ありがとうございました。